ヘアサロンの入り口を突き破り店内に飛び込んできたのは一頭の鹿でした。ソファーに座っていた女性を直撃します。居合わせた客と店のオーナーは恐怖のあまり右往左往。しばらくして鹿はまた入り口から出ていきましたが、突然店内をめちゃくちゃにされてオーナーはショックを隠せません。体当たりされた女性は頭と足に怪我をしました。